2015年マツダオールスター監督推薦選手の会見を行います。オフィスからはマツダの主力選手、影田翔太投手が選出されました。それでは代表質問の2つで進めてまいります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではまず初選手の武田投手から伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちから聞かせてください。そうですね、まあ、本当に初めてなんで、まあ、嬉しい気持ちですし、まあ、自分の、まあ、持ち味である、ところをしっかり見せていけたらいいなと思います。初選出、いつどういう状況でどなたから伝えられたんでしょうか。そうですね、まあ、仙台にいる時だったんですけど、まあ、工藤さんに、監督に、オールスター行ってこいみたいな感じだったので、入ってくださって、はい、その時に監督からは何か他に言葉があったんですか。そうですね、まあ、オールスター出るんだからもっと勝てよって言われました。まあ、ここまで の好調な今シーズン、ここまで、はい、ご自身もちろんそのチームの勝利のためだったりするんでしょうけれども、オールスターに近づいているっていう印象はありましたか。そうですかね、いや、あまりそこは自分の中でも考えてなかったんで、とりあえずシーズンの試合をしっかり頑張ろうとしか思ってなかったので、言われた時はちょっとびっくりしましたけど、はい、オールスターに出ると、まあ、分かった時にどんな感じを一番に持ちました。そうですね、まあ、本当に見てる側の方が、まあ、ずっと今まで見てた方なんで、まあ、どんな感じなんだろうっていう、まあ、ちょっと楽しみっていうか、そういうのもありましたし、まあ、ちょっと実際出てみて、まあ、どうなのかなっていう、まあ、ちょっとワクワク感というか、そういうのもあるんで楽しみですね、はい。ご自身では緊張するだろうなと思ってますか。まあ、確かに緊張はするとは思いますけど、まあ、楽しんでいきたいなと思います。これまで思っていたそのオールスターの舞台というのは武田さんにとってはどんなものなんでしょうか。そうですね、やっぱり、まあまあ、ファンに認められている選手だったり、活躍している選手がみんな集まる場所で、まあ、見てる側からすればかなり、まあ、お祭りというかかなり楽しい感じだったので、まあ、そういう、まあ、ちょっと楽しめる場所でもあるかなと思います。特にベンチやブルペンで見てみたい、話をしてみたいというのはありますか。そうですね、まあ、まあ、多分結構緊張して話すあれもないかもしれないですけど、まあ、もし話せるんだったら、はい、いろんなこと聞いたりしてみたいですね、はい。さて、ここまで、まあ、今シーズン好調な要因なんですけれども、武田投手ご自身はご自身のことをどんなふうに分析してるんでしょうか。そうですね、まあ、一番は考えなくなったことかなとは思いますね、はい。考えなくなった、はい、まあ、いろいろ、まあ、細かいことだったりフォームだったりそういうことばっかり考えて今までやってたので、まあ、それがちょっと今シーズン途中からなくなり始めて、まあ、そこからちょっと、まあ、しっかりバッターに迎えるようになってきたかなと思います。そういう武田投手、オールスターの舞台でどういう登板になるか分かりませんが、どんなピッチングを見せたいですか。そうですね、まあ、まあ見せるピッチングも大事ですけど、まあ、とりあえず自分の、まあ、できる範囲でちょっと若さ出して向かっていきたいなと思います、はい。それではファンの皆さんに最後に一言お願いします。そうですね、初めての選出なんですけど、まあ、しっかり自分の持ち味を出して、まあ、楽しんでやりたいなと思うので、まあ、よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは続いて松田選手に伺います。はい、5年連続5回目なんですが、去年は残念ながら怪我での事態がありました。はい、今年の思いはまたちょっと特別なんじゃないですか。そうですね、昨年、ファン投票で選んでもらいながらやっぱ怪我でこう出れなかったっていう思いがあったので、まあ、今年は本当に、監督推薦という形で、出場できる喜びを、感じて、オールスター戦っていきたいと思います。監督推薦ということは、まあ、工藤監督がオールスターの舞台には松田選手が必要だと思ったということだと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。もう、今回パリーグの監督は、工藤さんなので、少しでも、力になりたいなと思うので、
まあ、とにかくオールスターというね、夢の舞台で、自分らしさというのをどんどんアピールできたらいいかなと思います。まあ、過去連続出場されてますのでオールスターの舞台よく分かっていらっしゃると思うんですが、松田選手にとってオールスターというのはどんな場所なんでしょうか。まあ、今回で4回目なんですけど、誰でもがこう出れる舞台じゃないんでね、本当に選ばれたり、活躍した選手がね出る場所なんでね、本当にいい経験、いい勉強ができる場所なんで、2試合ありますけど、大事にね、いいものをこう掴んでいきたいと思います。過去の出場の中で非常に強く心に残っていることとか、まあ、聞いてよかったこととか、何か思い出があったら教えていただけますか。まあ、結構こうパリーグの、バッターみんなでこう練習したりね、バッティング練習したりするときに結構こういろいろな選手のこうなんていうんですかね、持ってることをね、言い合ったりするんで、そういうのって結構なかなかこうシーズン中できないんで、まあ、オールスターならではのこう勉強する機会かなと思うんで、まあ、今年に関しても、いろいろな、ね、選手に聞いて、勉強していきたいなと思います。それからやっぱりあの工藤監督が選ばれたもう一つの理由として、やっぱりそのゲームを盛り上げる、ベンチを盛り上げてくれる、そういう部分で松田選手が必要だと思われたと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。まあ、今年ファン投票じゃないんで、やっぱりスタメンでは出ないと思うんで、最後途中ちょっと出るぐらいだと思うんでね、とにかくベンチで一番大声出して、まあ、ベンチの真ん中に立って声出して盛り上げていただくと思います。それからあの特に去年の怪我のこともありましたけれども、松田選手今シーズン非常にご自身のコンディションだとか練習だとか、あるいは怪我に対する備えだとか非常に気を使っていらっしゃるように見えるんですが、そのあたりはいかがでしょうか。やはり、怪我だけはね、したら試合に出れないんで、とにかく怪我だけはしないっていうことを、ずっと思いながら練習やったり試合やってるんで、まあ、それがいい結果につながってると思うんでね、これからもその意識は、高く持ってやっていきたいと思います。それからあのオールスターの舞台でまだご自身ホームランがありませんよね、はい、そのあたりはどうですか。いや、まあ、今年に関しては、積極的なバッティングで1本打てたら嬉しいかなと思います。はい、それでは最後にファンの皆さんに一言お願いします。はい、監督推薦でね、オールスター出れるってくる喜びを感じて、まあ、パリーグで一番熱い男だと自分でも思ってるんで、まあ、一番元気出して盛り上げていきたいなと思います。はい、笑顔をしたい。はい、笑顔を持って、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なので、ここもお願いします。はい、はい、はい、ちょっともう一回だけ。はい、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 OK ですか。はい、はい、ありがとうございます。はい、では終わりましょう。お疲れ様でした。さあ